寿司屋の寿司屋の相席イースカ新しい技術と発想でウェルビーイングな街と暮らしをスマートシティ略して寿司ネタを全国各地で広げて回る番組ですはい、えー、皆さんおはこんばんちはえー、っと4月以降 ですね。えー、についてご報告がございます。いや、なんかそんなになんかかしこまって言うあれでもないんですけど、まあ、なんかかしこまって言うあれでもないけど、気楽に言うあれでもないみたいな、なんかいろいろありますね。はい。うーんと、年度末ですね。なんかこう、 3月ね、この最後年度末がこの金曜で終わるというのはいいですよね。こう、なんか霧がね、ついてとってもいいなという。まあその雑談さておき。4月からですね、あの、引っ越しをすることになりまして、まあというか、まあ正確にはあの、二拠点居住みたいな形になると思うんですけども、あの、えっ、ー、と、福島県に移住をすることになりましたということです。ただ、 仕事は今まで通り続けますということです。何を言ってるのかということなんですが、まあ今の、えー、入っている社団法人のコンソーシアムの仕事なんかをやってるんですけども、ちょっとここもですね、まあ、まあ、基本的にはそのスマートシティのね、えー、まあ、に、うん、向けた、まあいろんな企業の方ですとか自治体の皆様と一緒に価値を作っていくっていう、まあそんな仕事をやってるんですけども、 これの仕事はやりながらですよ、今、あの住んでいる千葉県流山市から、まあ、あの福島県の方に引っ越しながらやるということなんですけど、あの、行き先がですね、なんと福島県会津若松市ということになりましたと。会津若松といえばですよ、もうスマートシティのなんか先進地域ですよ。まあ、そういったところにですね、えー、ちょっと行くことに、 なりましてもうそれはもうスマートシティをこうみっちりやるために行くんだろうというふうに思ったかもしれませんが全く関係はなくてですねえっと妻の仕事ですよ、ね、共働き共働きでやってるんですけどね妻は結構実はあのいろんなところ転勤する仕事をやってるんですねで今までたまたまあの首都圏にいたんですけども ちょっと今後はですね、えー、ちょっといよいよ、あの、全国に行くぞ、ということで、えっ、ー、と、まあ、妻の仕事の転勤に伴って、えー、私が黙ってついていくという、そういうことです。まあ、黙ってないですけど、えー、黙ってついていくわけでして、うんと、まあ、ついていきながらです。まあ、いつかはね、こういうふうになるかな、というふうに、まあ、前々から思っていたので、もう、もともとはね、あの、 えー、まあ、東京の会社に勤めてはいたんですけども、まあ、いつでも、こう、ま、ついていけるような、なんかそんな仕事をですね、やっていかればな、ということで、なんかそんなことを想定しながら、あの、手に職といいますか、まあ、あの、修行を積んでまいりました、ということですね。 まあその答えがね、例えばその重症治療診断士とかだったりね、まあこういう全国で仕事の場所があるようなスマートシティみたいなことだったりとか、まあこういうリモートワークとかですね、そういうことができるようなこういう IT の会社だったりとか、まあいろんなことをあの思考しながらですね、やってきてですね、無事、まあこのコロナ禍を経て、 もう本当、リモート、フルリモート OK みたいな、なんかそんなような仕事なんかもできてきたりですね、あの、本当に時代の流れに、まあ、運よく、本当に運よく、なんとか乗っているなという感じがします。ということでですね、ちょっと今この放送は3月29日金曜日の夜ですね、あの、業後に、語っておりますけども、あの、来週からですね、 えー、福島県の方にあの、行ってしまいますということで、ちょっと、実はいろいろですね、あの、今、流山の方でも、いろいろやってることっていうのが、たくさんあるんですけども、まあ、実はちょっとあの、昨年の,の後半ぐらいから、ちょっとずつ、こう、数字をこう、整理をしながらですね、まあ、なんとか遠くでもできそうなような形で、え、整えてきているつもりではあるんですが、あの、多くの皆様には、え、いろいろとご迷惑をおかけすることもあろうかと思いますけども、 あのまあでもあの実際にはね2拠点でねあの流山の方にもこう家もあの実はあったりするということでちょっとこちらでもあの商工会議所の方にもこう相変わらず入り続けていくということなどもあってですね、えー、もう本当今まで何やってるのかわからないことに加えて 今後はどこにいるのかもわからないみたいな風に多分なっていくと思いますので、もう本当にあの私に対面で会えた人はもう激レアみたいな、そんな風に思っていただければなという風に思います。はい。なんとかよくわかんないんですけど、ちょっとこのね、この、転居しますという、 ことをなんかいつどうやって言おうかなということでなんかちょっと仕事上どうしてもね絡む方にはちょいちょい言ってたんですけどもなんかまとめて言うタイミングもないしこう迷ってるうちにこんなあのもう最後の最後になっちゃったんですけどこ4月の1日とかにね 言うと、またこう、こいつまたエイプリルフールだろうみたいな、あまあ寿司屋だからアイズを放つみたいな、あまあ、えー、嘘でしょみたいな、嘘だか本当だかもうなんだかよくわかんなくなりそうなので、4月1日に言うっていうのも、なんかもうね、エイプリルフールってなんでこんな日に設定してるんだっていうふうにいつも思うんですけど、なんかサプライズがサプライズじゃなくなるような、 感じもしてですねな何が本当で何が嘘かよくわかんないような、なんかそういう日取りやめてほしいなと思うんですけど、まあい,いや、そんなことはどうでもいいんですけど、えっ、ー、と、まあ4月1日に言うとですね、非常に紛らわしいなと思ったので、ちょっと先行して、えー、年の末にあの申し上げることといたしました。まあこの放送ね、そんなにあの何人もね、聞いてるわけじゃないので、まあこれ言っただけじゃあの全然多分広まらないとは思うんですけども、まあ聞いた方はですね、ちょっと口コミで、 あの、喋っていただいたりとか、あの、していただければな、というふうに思います。はい。まあ、相変わらず、まあ、何やってるかよくわかんないような仕事もやってますし、まあ、さらに輪をかけてどこにいるかわかんないみたいな感じになれば、なるのもですね、まあ、あの、まあ、大した変化じゃないかなと、私としては思いますけど、ちょっとびっくりしたっていう人はですね、ぜひ、あの、コメントなり、メッセージなりいただけると、ちょっとは救われます。 はい。ということで、4月からも、えー、良い、えー、新年度迎えられますように。はい。本年度も皆さん、あの、最後の最後までお疲れ様でした。はい。これからもどうぞよろしくお願いします。はい。明日から引っ越しの準備です。